皆さんこんにちは。今日はですね、居合の稽古法である英字八方という稽古法を紹介していきたいと思います。この英字八方っていうのは実は書道の稽古法なんですね。永遠の A という字を書きます。これを書道では繰り返し基本の型として稽古するんですけども、これは実は居合の稽古法にも適用されていまして、僕もよく稽古しております。書道では、筆先を使って筆先から書いていくってことをよく言われるんですけど、居合も本当刀もそうで、剣先に集中して剣先から動かしていくっていうことをやります。で、この永遠の A っていう字を刀を使って書いていくんですけども、この字の中に、柔らかさ、そして剣先から動かしていく止め、跳ね、そして刃筋を通していくっていう、そして呼吸、流れていくように呼吸を使っていく、こういった、居合に必要な要素っていうものがこの型の中にあります。なので繰り返しこれを稽古していきます。この稽古法の中で一番大切なものっていうのは序破急と言われるものですね。ゆっくりから速く動かしていく、ゆっくりから速く、そしてまたゆっくりから速く、ゆっくりから速くっていう、この序破急を繰り返していくっていうことを使っていきます。これは川のように例えていくと、ゆっくり流れの中で時に速く、時にまたゆっくりになっていくっていう、こういった呼吸の使い方を技とともに練っていきます。これは人生においても、また芸においてもとても必要なことですよね。どこにも滞らず、自分の考え、何者にも執着をしないで、川のように流れ続けて、時に速く、時にゆっくりと、その時の状況に応じて臨機応変に生きていくっていう、この心を養っていく、それには呼吸を使うことが大切なんです。なので繰り返しこれを僕も稽古しています。今日はですね、実際に永遠の A という字を僕が通っている書道教室、小美社という書道教室の先生、石川清久先生に書いてもらいました。この字を書いてもらった流れ、そして字とともに僕も実際に、刀を使ってその永遠の A という字を書きながら説明していきたいなと思います。この石川清久先生という先生はですね、日本でも有名な書道家の先生であります。もし興味がありましたら、概要欄にですね、先生のこと、そして書道教室のことなども貼っておきますので、チェックしてみてください。それでは行ってみましょう。この文字通りに刀を使って書いていきます。大事なことは、すべての刀の動きが物を切れている動きでなければいけません。手首を柔らかくして、刀の刃がしっかり切る方向に向いてやるようにしましょう。手首を動かすことで丹田とつながり、お腹で呼吸できるようになります。呼吸が下に下がり、心と体、刀が一体となり、囚われない心を養うことができます。最初はゆっくり、慣れてきたら序破急をつけてやれるようにしましょう。